さて、坂道のアポロンも残すところわずか2本。今までにない作品を作ろうとスタッフ一同地道に坂を登るように作ってきたこの作品ですが、今はもう坂道を転げ落ちるような状態です。でも転げながら目が回りながらも、なんとか気合でゴールインしたいと思ってます。何かこのすごい熱量が見る人に伝わってると嬉しいな。次回レフトアローン、お楽しみに。